栄養学面でもピッチングコーチとしてそういう栄養管理コンディションに担当されている方にもお伝えしてほしいですよね、信頼してほしいというか、はい、今まではこの人もう全体的に一律ね、タンパク質はこれだけ必要だ、ビタミンはこれだけ必要だ、うん、バランスよく取りなさいっていうのが今までの栄養学なんですよ、うん、今は違うんですよね、うん、先に進んでる人たちが言うことは個々の個体差があるので、あなたはマグネシウムが不足してますよ、タンパク質が不足してますよ、鉄分が不足してますよ、個体差に合わせた分子的なレベルの栄養学で食べさせないといけませんよ、以前はバランス、今は個体差を生かした栄養学、うん、もうかなり進んできてるんですけれども、それと一緒でやはり指導法も考え方もここによって違うでしょうからね、うん、そういうことをおっしゃってられるんじゃないかなと思いますね、はい、今のも先生コンディショングについて桑田さんで質問したいことがあるっていうことでしたけれども、桑田さんに聞きたかったのは、僕はフォークボールだ、チェンジアップだ、カーブボールだっていうウィニングショットを皆さん磨いて持ち球にするために努力されてますけれども、僕は一番アスリートに必要なウィニングショットは僕はコンディショニングだと思ってるんですよ、うん、コンディションがいわゆるコンディションを維持するためには、先ほどおっしゃったように栄養学でも睡眠でもトレーニングでも医療のケアでもそうですね、コンディショニングっていうのをね調整していくっていう、そういう部分で継続は力なり、継続するのも大切なんですけど、僕は継続は力なりっていうのはプロとして当然だと思ってて、継続の質が大事だと思ってるんですね、うん、質が、ね、コンディショニングっていうのはもうトレーニングやるのもコンディショニングの一つ、食事栄養面で睡眠もそうで、さらにいい意味でのプレッシャーも作っていかなくちゃいけないので、コンディショニングの中では、うん、そういう精神的なものが入っているし、そういったもので僕はコンディショニングに長けてる人、うん、コンディショニングの質がいい人はやはり勝てるピッチャーアベレージが高いくなるんじゃないかなっていうふうに僕私の持論ですけど、僕はコンディショニングが一番大切な気がしますね、アスリートを、うん、ですから桑田さんにとってのコンディショニングっていうのはどの辺に位置づけられてるのかなと思いますけどですね、非常にコンディショニングが大事だと思ってまして、まあ、これ一番感じたのは高校時代ですね、やはり高校生になって体格の差っていうのをすごく感じたんですね、すごくハンデだなと思ったんですね、それから練習も常にベストの状態で集中して練習して技術を磨いて、で試合ではもっとベストの状態で挑めるように、試合前に猛練習とかする人ね、学生、高校野球でもそうじゃないですか。もうこれだけやったから負けないというものを作るって、僕はそういうのはあまり好きじゃなかったですね。もう必要なだけ練習して、ベストの状態で試合を迎えるというね、そういうイメージでやってましたね。やはり何事も、こう、コンディショニングが良くなければ、力発揮できないと思ってますので、まあそこで自分のキーワードはバランスですよね。何度も出ますけど、やっぱりバランスが大事だということ。あとはすごく大事にしたい時間割ですね。時間割を楽しむという。まあ、よく学生時代、1時間目国語があって、2時間目数学があって、3時間目体育とかね。なんか僕はもう体育が好きだったんで、今日は3時間目体育、1、2時間目苦手な授業だけど、よし、この3時間目を楽しむために、ここも頑張ってみようとか。なんか1日の時間割とか、1ヶ月の時間割っていうものを自分で、立てながら楽しんでいくっていうのが僕のコンディショニングの作り方ですよね。ですから今日一日でも明日は試合だから11時にはベッドに入ると、そうすると何時にお風呂入って何時に食事しなきゃいけないかと逆算していって、こう自分で時間割を作るのがすごく好きですよね。で試合の日は
やっぱり前日緊張して眠れなくなったりしちゃいけないので、2日前にたくさん寝るようにしとくんですね。そうすると、あ、昨日俺すごく寝たから、今日一日プレッシャーとかで、あした日本シリーズのね、優勝決定戦とかでも大事な試合だけど、昨日はもうすごい寝てるから、熟睡、爆睡してるんで、今日一日眠れなくたって、明日は大丈夫って、なんかそういう余裕な気持ちがあると、意外と眠れるんですよね。ですから僕は眠れなかったっていう時がないんですよ、試合前に。どんなプレッシャーのかかった試合でも、よく眠れてるのは、その2日前、前日に、ちゃんと睡眠を確保しておくということがすごく大事で、前日はプレッシャーを感じながらでも結構寝てたっていうね。はい。だから、まあ、本当練習は大事なんですけど、栄養と睡眠、この3つのバランスがコンディショニングをつくことに一番必要なんじゃないかなと思いますね。本番にこうベストを発揮できるように、その、うん、もう前々からじゃあもう計算してというか、そう逆算して時間割を作っていくっていうのがね、うん、すごいです。それを楽しんでるんですよ、自分がね。だから苦痛ではないんです、うん、だから僕もうずっと勝負の世界で生きてきましたけど、努力したって思ったことは一度もないです。楽しかったです。で、練習もしたかったです、ね。で、当然若い頃は朝まで遊んだりもしましたけど、寝なきゃいけない時はちゃんとは試合のために結果を残すために、自分のために寝ようと思って寝ることも楽しみだし、はい、なんかすごくそういうオンとオフの切り替えとか、そういうのはすごく長けてたんじゃないかなと思いますね。食事とかのこう栄養バランスとかっていうのはご自身で考えてたんですか？はい、これはですね、もう一言で言うと、野球選手は満腹だけど栄養不足なんです。炭水化物と肉しか食べないでしょ。お腹いっぱいなんですけど栄養不足なんです、ね、ビタミンが足らない、ミネラルが足らない、ね、ですから、僕はキーワードで孫には優しいという豆類、ごま類とかね、肉類、わかめ、海藻類、やは野菜、さは魚、しは椎茸類、優しい、芋類、ね、こういうの、孫には優しいっていうのを、まず、遠征が多かったので、ビュッフェスタイルだと、豆取って、黒豆取ったとか、納豆取ったとかね、なんかそうやって、まずそれを食べて、その後まだお腹が空いてたら、よし、じゃあお肉おかわりしようかとかね、そういうふうにこう楽しみながらやってたんですね。はい、孫には優しいっていうのは、桑田さんがもう考えられた。当時、僕が19歳か20歳ぐらいの時に、栄養学結構18、19に3年間ですか、栄養学をすごく勉強して本読んでたことがあってですね、その時になんかそういうキーワードを見て自分でも実践するようになったんですよね。で、あとはもう睡眠ですよね。睡眠時間たくさん寝るんじゃなくて、質のいい睡眠とは何かっていうのが、そんなことを考えながら寝てましたね。先生、今のお話聞かれてどう思う？それはある意味、桑田さんだからできたっていうことがありますよね。